皆さんこんにちは、クリアです。今日はこちらのニューマリーナブークレ、これはカラーナンバー32番の綿 100% 25g 玉の 31m しかないんですけれども、これが使用かぎ針は5号から6号、こちらを使ってティッシュのカバーを作ろうかなと思ってます。でティッシュ使うのはこちらです。外箱なしのタイプ、うちこれ使ってるんですよ。箱のやつはまあまあめったに買わないですね。こっちの方がお安いのと、あとエコじゃないですか。と、箱があると箱潰してしなきゃいけないってめんどくさいのと、全部合わせて私はこっちの方を使ってます。で、大きさはこれだけ違うんですよね。少し、どっちとも。こっちがトップバリューのやつです。大きさはこちらに書いてありますね。縦が 20.5cm、横が 19.5cm。で、こっちが DCM のものになります。DCM ホールディングスって書いてあるやつですね。この寸法が縦が 19.5cm の横が 20.5cm なので、ほんのちょっとだけこっちもこっちも 0.5 ぐらい違うだけなんですよね。でも多分こういう外箱を除いたティッシュペーパーって、だいたいこれぐらいの大きさやと思うので、これで、マリーナブークレで、カバーを作ろうかなと思ってます。で、使用するかぎ針が、これ5号から6号って書いてあったので、私は6号針、こっちの方を使っていきたいと思います。で、あと段数マーカーと、でからこちらのとじ針、で、ハサミですね。あと吊り下げ式にしようと思ってるんですよ。吊り下げ式、あんまり使わない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、車乗ってる方って、結構使ってる人いらっしゃいますかね。子供が後ろとかに乗ってるとどうしても子供のためにティッシュとかもいるんですよね。で、いちいち箱をここに置いてあるのを後ろにはいとか言ってやってるんですけど、それもめんどくさいので前々から作ろうと思ってて、今回念願かなってではないですけど作ろうかなと思ってます。そのためのこの持ち手じゃないや、かけるところもうこちら、セリアさんの方で購入しました。こっち、スウェード調のやつです。持ち手のスウェード調のやつ。で、こっちの方が合皮チックのやつですね。これを使って、どちらかを使って持ち手の方を使おうかなと思います。で、出し入れのするときに、開閉するのに、このボタンを使おうと思っているので、ボタンでこう止めて出したりとかしようと思って考えているので、今のところ。で、このボタン、ちっちゃい方を使っていきます。で、これ最近買ったやつです。これはセリアさんのものになんですけど、これどこで買ったかな？東海さんの方で買ったんだと思います。すごい可愛いんですよ。革風みたいなやつで、これと合うなと思って、こっちよりこっちの方を使うかもしれません。とりあえずボタンを2つで、今から編んでいこうかなと思います。どうなるかちょっとわかんないんですけど、とりあえず今から編んでいこうと思います。はい、これから編んでいくんですけれども、最初の作り目だけは7号針 4mm を使って編んでいこうと思います。6号針で編むと、今から編んでいく編み方ってちょっとゆったりめに私編んでいこうかなと思っているので、最初だけはちょっと 7号針で編んでいこうと思います。で、糸端の長さは処理できるくらいに残してもらって、で、このティッシュのこの幅、こう編んでいってくるんでいくので、ここに合わせて編んでいこうと思います。で、奇数目で終わった方がいいので、奇数目で終わるような感じで、鎖目の方を作っていきます。はい、37目編んできました。長さの方を測ってみると、普通にこんな感じで合わせるだけだったら、26.5cm ぐらいの長さになってます。こうペタッと置いただけだとそれぐらいで、で合わせてみるとこんな感じですね。これぐらいの大きさになっているんですけれども、まあこれぐらいでいいかなと思うので、37目の方で編んでいこうと思います。で、もうちょっとちっちゃい方がいいなって思われる方は35目でしてみてください。奇数目で終わってないとダメなので、35目とか37、39で33とか、それぐらいの奇数の数で行っていきます。で、かぎ針の方を次また6号針に戻してもらって、もうこっからは
まず1段目の方は細編みを編んでいくだけになります。細編みなのでまず鎖を1つ立ち上げます。で裏山を取っていこうと思います。2つ目、1、2、ここですね。ここの裏山で言うとちょっと見にくい、ここになります。1、2、2目目のところ、ここから細編みを編んでいきます。ひたすらもうこの1段目は細編みなので裏山ポコッとしてるの分かると思うので、細編みでまずは1段目進めていきます。裏山を取って最後の目まで細編みを編み入れていきました。で長さの方がちょっと小さくなっているかなと思います。もう一回確認で測ってみるんですけれども、多分25センチちょいですねになってます。さっきよりちょっと小さくなっていると思うので、私はこんな感じなので、まあでもこれぐらいかになっています。でここからですけれども、2段目からが模様編みの方に入りたいと思います。まずは鎖を1つ立ち上げて裏の方を向けます。で最初の目のところ、まあ引き抜いて立ち上げて最後の細編みのところですよね、ここのところに入れて、まずは引き抜き編みをしたいと思います。結構長めに伸ばしてもらって引き抜き編みで、最初のところに細編み、私段数マーカーつけるの忘れたんですけど、段数マーカーを分かる方は大丈夫なんですけど、分からない方は段数マーカーをつけておいてください。今の間に忘れちゃった言うの、つけておいて、で今細編みじゃないや、引き抜き編みしたと思うんですけど、そっちのところもまあ、分かる方は分かるんですけど、初心者の方とかちょっと分かりづらいなって思われる方は、まあ一回最初をつけてもらって次分かるやと思ったらつけなくてもいいんですけど、とりあえず引き抜き編みしたところ、ここに段数マーカーを目印でつけておきます。はい、で今引き抜き編みの方をしました。次が中長編みを編み入れます。中長編みなのでかけてから次の目に針を入れてまずは引き出します。で3本かかってるのをまた引っ掛けて引き抜く、これで中長編みです。でこの順番で編み入れます。引き抜き編み、中長編み、引き抜き編み、中長編みっていう風な感じで編み入れていきます。次は引き抜き編みです。でこの時もあまりきつめじゃなくてゆったりめに編んでいってください。いつもよりゆったりめみたいな感じで、次が引き抜き編みで、次が中長編み、こんな感じで編んでいきます。そうすると最後の終わりが絶対に引き抜き編みで終わることになるので、その順番でやっていくとそんな感じで最後終わるので、このままずっと端の方まで編んでいきます。はい、最後の1目、ここのところが引き抜き編みで終わります。引き抜き編み、はい、これで2段目が終わりました。でまた鎖を1つ立ち上げて表の方を向けます。そうすると引き抜き編みと中長編みでしたので、なんかちょっと模様ができてるかなと思うんですね。この模様がね、つながっていくとすごい可愛いんですよ。ポコポコポコっとしたのが、これ糸自体がポコポコしてるじゃないですか。それがね、つながっていくとね、すごい可愛くなるので、ちょっと頑張って編んできます。で今鎖を1つ立ち上げて表の方を向けました。でここのところをかなり忘れちゃうんですよね。ここのところ、最後の引き抜き編みのこのところ、ここをね忘れちゃうと目数がちょっと合わなくなっていて、またここのところは細編みでずっと編んでいくんですけど、奇数段は細編みで編んできます。で裏の方を向けた時に、最初引き抜き編みで始めたと思うんですね。で最後も引き抜き編みで終わらなきゃいけないのに、そこの目数が合わなくなってきてしまうので、
最初のところ、ここのところの細編み編むのを忘れないようにしてみてください。ここですね、一番最初のところで、ここに入れて、まあ、ゆったりめに細編みを編みます。で、折り返して編んできた時に分かりづらいかなと思うので、ここのところに段数マーカーをつけておきます。で、さっき入れるのちょっと言うの忘れちゃった。立ち上げて入れるところ、こう見ただけではちょっと分かんないと思うんですね。ここの上のところを見ると鎖がずらーっと並んでいるのが分かるかなと思います。ここです。で、鎖のこの上半目、これを拾って編んでいきます。これだったらここ、その隣はここ、隣はここっていう風な感じで、ここじゃなくってこっちの上の鎖の上半目を拾って編んでいきます。で、先ほどのところはこの根元のところ、ここをね、すっごい忘れがちでね、ダメなので、ここに入れて、すいません、また細編みを編んでいきます。で、次から次の目の鎖の上半目を拾ってゆったりめに細編み、上半目を拾って、ちょっと間違えた、上半目を拾ってゆったりめに細編みっていう風な感じで、これは最後の目まで編んでいきます。はい、あと1目残したところまで来ました。この段数マーカーついてるところが一番最初に編んだところなので、段数マーカーを取って、ここに最後に細編みを編み入れます。はい、これで3段目終わりになりました。次は4段目です。まずは鎖を1つ立ち上げて表の方を向けます。で、2段目と同じことをしていけばいいんですけど、最初のね、入れるところが忘れちゃうんですよね。ここなんですけれども、こっち見たらわかると思います。ここに鎖を最後作ったとこがあると思うので、ここのところ、ここのところに入れて、まずは引き抜き編みから始まります。これをね、忘れちゃうと目数が合わなくなってきちゃうので、入れて、まあ、ゆったりめにしたいので、かなり引き出して、まあ、引き抜き編みをして、で、それから段数マーカーを入れて目印にしておきます。で、次から一緒です。引き出して中長編みで、またその次は引き抜き編みっていう風な感じで端の方まで編んでいきます。最後の1目は引き抜き編みで終わります。はい、これで4段目終了で、5段目鎖1つで表を向けます。またね、このポコポコできてると思うんですよ。これがね、これがすごい可愛いんですよね。で、先ほども言ったと思うんですけれども、一番最初のところを抜かさずに編み入れてみてください。もう3段目、4段目、5段目とも同じなので、4段目まで行ったので5段目か、1段目、2段目、3段目、4段目、5段目なので、もう同じです。前段と前々段と、まあ同じような感じで編んでいけばいいので、最初のとこだけがここですね、この細編み、引き抜き編みだ、引き抜き編みのところだけを忘れずに、ここの後ろ、これを忘れずに行っていけばきちんと編めれるかなと思います。ここだけね、忘れちゃうんですよ、ね、で、細編みを編んで、で、また段数マーカーをつけて編み進める。これでずっと段数の方を増やしていこうかなと思います。はい、こんな感じでずっと編んできました。で、このティッシュペーパーにこうくるんでみると、だいたいこんな感じです。こういった感じで、ここが重なる感じですね。これ分ぐらい、どれぐらいかな、この辺りまで重なる感じになってます。で、こっちだともうちょっと結構いくんですよね。
でもどっちでも入れるようにもしたいので、先ほどの大きさぐらい、このポコッとしたのの真ん中ぐらいまで行く方でやっていこうかなと思います。で、出したこのポコポコの数、これを数えていくと、ここが最初細編みを編んだとこで、その上から2段目からですね、数えると1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 で11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 で21,22 で23、このポコポコポコっとしたの出してます。大きさ的にもいいかなと思うので、もうちょっと長さが欲しいっていう方はもうちょっと出してもいいと思うし、まあ小さめはないと思うんですけど、これ以上はないと思うんですけど、箱の場合はこれだともうちょっと大きめな感じに作っていただく方がいいので、段数をもうちょっと重ねてみてください。で、私はこっちでするので、ここで終わりにして、で引き抜き編みも何もせずに終わりたいと思います。ここのところで、そのまま終わって、次は下の方を編んでいこうかなと思います。で、その前に糸処理をしなきゃいけないので、で、大きさの方を測ってみたいと思います。横幅の方が、どれだけかな ?26 センチぐらいですね。だいたい26センチぐらい。で、最初のとことか、ちょっと小さめだったら 25.5 とかになってるんですけど、まあ、それぐらいの大きさで、あ、高さの方。高さの方が 29.5 センチぐらいですね。29.5センチぐらいになってます。で、これを、こんな感じでやっていくんですけど、この下のところを開閉でこう出し入れするようにしたいんですね。で、ループをつけるのは上の方、ループというか持ち手、引っ掛けれるようなところは上につけるんですけど、下の方にボタンでこう開閉できるような感じにしたいと思います。で、ここのとこだけを細編みで編んで、仕上げようかなと思ってます。で、このティッシュ、自分で持ってるティッシュをこうくるんでもらって、私はこのこっちの方が中になります。最初に細編み編んだ方が中になって、で編み終えたところを外にすると、この外のポコポコが出ているので、1,2,3,3段目の細編みのところ、ここのところに合わせるようにしたいと思います、私は。だから合わさると、ポコポコとポコポコ出てるのが合わさる感じになるので、これにして合わせます。こっちの方合わせて、今一回引き抜いてから、反対の方もしちゃいます。1,2,3段目なので、ここ。で、待ち針で留めておきます。こんな感じ。で、出し入れ、こうできる感じですね。うん。これで、やってですね、ここを真ん中にして、ボタンのループのところ、これを作っていきたいと思います。出すところを真ん中に、まあ大体真ん中でいいと思うのでしてもらって、で、ここのところと、ここのところにボタンをつけて、こう、開けて、こう、出し入れ、ティッシュをしやすいようにしたいと思うので、段数マーカーで、まあ、真ん中よりかはちょっと左ぐらいのところに段数マーカーをつけようかなと思います。真ん中よりちょい左ぐらいですかね。で、ここにボタン、ここじゃないんですけれども、この下に細編みで編んで、こうやってしてボタンをつけて開閉できるようにしようかなと思っているので、真ん中よりちょい左ですね。ここは真ん中だから、ちょっと左。これも真ん中だったらちょい右ですね。にして、こっから細編みの方を輪で編んでいこうと思います。で、こことここにつけて、で、ずれたりするとダメなので、真ん中のところとか、これは最後に編むんですけど、ここのところにも待ち針を留めておきます。これだけ私は重なってる
感じですね。で、編んでいきます。で、今の糸の状態は、こっちからずっと引き抜き編み、中長編み、で、引き抜き編みで終わってるはずになってると思うんですけど、ここで、今度はこっちの方に、細編みの方を編んでいこうと思ってます。なので、右の方に糸があって、左の方にかぎ針がある状態なんですけど、こっちに編んでいきたいので左に。ここで無理やり鎖を一つ立ち上げちゃいます。で、今鎖を一つ立ち上げた状態で、今度、この端っこのところどこでもいいので、かかるところと、それから、この合わせるとこですね。一本でもいいので、まあ、良ければ2本の方がいいんですけど、まあ、1本でも大丈夫です。このところで、まずは細編みの方を編んじゃいます。で、編んだら最初の細編みの頭に段数マーカーをつけて、ぐるっと一周編んできた時に引き抜ける場所がわからないとダメなので、つけておきます。で、これからはもう普通に細編みをぐるっと編んでいくだけになります。で、今はこの、ポコポコって出てるところの、その隣の段を、この細編みでしたので、一段ごとに一つ入れていけばいいです。このポコポコってしたの、ちょっとこれ邪魔なんですけど。このポコポコっとしたやつを、これも上半目っていうか、一本かけれるとこでもいいので、まずはかけていきます。で、その次は普通の段の細編みしたところ。これもここに大きな穴が開いているので、ここに入れて、次は1本だけで大きな穴っていう風な感じで、ここは1周ぐるっと編んでいきます。で、ここのところに、段数マーカーついてるんですけれども、ちょっと下の方にずらしてもらって、最初の段だけは細編みを1段編んでいこうと思うので、ずらしていただいて、それでぐるっとこのまま一周細編みの方を編んでいきます。はい、ぐるっと一周編んできました。で、合わさるところにまた来たんですけれども、今ここのボコッとしたのに、今一目細編みを編みました。で、次隣のところと、この合わせるところ。ここをまず細編みをして、あともう一目いけそうなので、まあ、その隣と合わせれるようなところ、どこでもいいと思うんですけど、入れて、ここでまたもう一つ細編みの方を編みます。で、最初の細編みの頭に入れて、で、引き抜きます。これでまず1段目終了したので、次2段目に行きます。鎖をまず1つ立ち上げて、根元のところから1つずつ細編みを編んでいきます。はい、2段目ぐるっと1周編んできました。そして次3段目に行きたいと思います。鎖を1つ立ち上げて、根元のところから細編みを編み始めていきます。で、わからなければ最初の細編みの頭に段数マーカーをつけておいてください。で、このまま行って、段数マーカーのところらへんで2目穴を開けようと思います。で、私はここに段数マーカーをつけておいたので、まあ今のところからした方がいいかも。と、このところで2目。私は、1、2、3、4、5。5個。5目細編みを編んでから2目鎖を作って、2目分の細編み、これを飛ばして3目目のところに細編みを編み入れて、またぐるっと編んでいこうと思います。そうするとこんな感じですね。真ん中がここなので、ここにこんな感じでくる感じ、こうですね。で、もう一個こっちの方は、まあ、ここら辺に来る感じにしようかなと思います。で、こうスルッと入るので、まあ1目では全然ダメだと思うので、3目だともうちょっと大きいボタンの方がいいと思います。2目だとこれぐらい、1点、どんだけだったかな。1
1.4 ぐらいなんですね。これ 1.5 もいかないぐらいの大きさなので 1.34 センチぐらい。これで、まあ、2目開けるぐらいの感じになりました。でこれでぐるっと一周編んで、またこのところに来たら、まあ、この上ら辺のところで2目、多分ここら辺ぐらいだと思うので、この細編みと隣の細編み、これで鎖を作って3目目のところに細編みを編み入れて引き抜くっていう風な形でぐるっと編んでいきたいと思います。はい、ぐるっと一周編んできました。3段目で穴はこことここに開けてあります。だいたい一緒ぐらいな感じになってます。で次と4段目なんですけれども、4段目鎖をまず1つ立ち上げます。で根元にまずは1つで、分からなければ頭に段数マーカーをつけていただいて、このまま穴のところまで細編みを編んでいきます。で穴を2目開けたところには2目分の細編みを編み入れます。まず1回で2回で編み入れたら、また次からは普通に細編みを編んでいって、またずっと編んでいって、ここにもう一つループ作りました。このところにまた細編みを2目編み入れて、細編みをずっと編んでいって引き抜くっていう風な形で、ここはぐるっと一周編んでいきます。はい、ぐるっと一周編んできました。そしたらここで終わりにして、引き抜き編みで一周終わろうかなと思います。引き抜いたところのすぐ隣の細編みの目に入れて、ここから引き抜き編みをスタートします。で段数マーカーを目印にまずつけておいて、よし。で次から隣同士こう引き抜き編みですね、これを一周ぐるっとしていきます。はい、引き抜き編みをぐるっと一周してきました。で糸処理できるぐらいに今カットして抜きます。でとじ針の方に糸端を入れてチェーンつなぎをします。ここが一番最初にスタートした目になるので、ここに入れてまずは出します。で次に最初にこの出したところ、ここにまた戻して引き締めます。でそのまま後ろを向けて糸処理の方もしちゃいます。はい、ちょっと下の穴合わさったとこ、ここまでやって、それで際でカットします。これでできたので、あとはここにボタンを、あとはここにボタンをつけるだけになります。でこれはもう自分でここら辺だなと思うところにつけていただいたらいいので、何のボタンでもいいと思います。このボタンもあるし、もちろんもうこれもあるんですよね、ウッドボタンの方。どちらにしようかなと思ってこれで最初したんですけれども、これはちょっと大きめなのかな、一緒ぐらいか、まあどっちか最後につけて終わろうかなと思います。で段数マーカーはもう使わないので、ここにつけておいたのはこれで外してもらって、次は上の部分ですね。もう一つのこれ下の部分なので、今度こっちの上の部分、これを編んでいきます。で上の方につけていくんですけど、持ち手の方をどうしようかなって今考えてて、どうしようかな、とりあえずは最初にここのところ同じような感じにしたいので、細編みでここをこう閉じたいんですね、こんな感じ で一応入れてみると、こっちか、これを入れてみます。あ、ここ閉じてるわ。閉じたところを取って入れてみると、ここにボタンが来るんですけど、このところ
ボタンだとみなして、ちょっと止めてみます。どんな感じか。こうすると、ここでストップして、これぐらい、まあ結構余裕がある感じなんですね。で、もう一つのティッシュの方も入れてみると、こっちの方はまだこの高さの方があまりないので、全然余裕があります。こんな感じ。で、こっちのボックスティッシュも入れてみたんですけど、入るには入るんですけど、やっぱ高さの方が、これはあるので、横幅があるので、やっぱりちょっとキツキツだった感じになっちゃいました。まあ、いけるので、これは後でつけることにします。それで、まずは、ここを塗っていくじゃないや。ここを編んでいきます。で、私はここの手前のとこ、1、2、3段目のところ、ここでこう合わせるようにしたいので、まずはここのところに段数マーカーじゃない、待ち針を打っておきます。すいません。いっぱい間違えてる。で、これが真ん中になるように、こう合わせたいので、またそこのところを、ずれないように、待ち針の方を打っておきます。で、ここが真ん中っていう風な感じにして、あと残りの糸がここだけなので足りると思うんですけれども、これで編んでいきます。で、ここを2つを合わせて、もう細編みをこうずっと往復編みで編んでいこうかなと思っているので、まずは端っこですね。こう折った時の一番端っこのところに、ここら辺、まあ、端っこで大丈夫です。これを、まず糸をつけます。で、編みくるみながら進めようかな。なので、まあ少し残る程度にして、で、ここで鎖をまず一つ立ち上げます。して、次、これだったら、ここがポコポコしたところに、まずはつけたということなので、その端かな。うん。段のところに、まずつけました。細編みを編んだところ。で、ここがポコポコのとこ、細編み、ポコポコ、細編み、ポコポコ、細編みっていう風な感じなので、端につけたら次、段の、ポコポコのとこと、まあ、その向かい側のところ、どこでもいいので、これを巻き込みながら、まず一回細編みを編みます。で、段数マーカーをつけておきます。で、編みくるみながら、もうその次、入れれるところとそのお向かい、私は一本ずつ糸を取って編んでます。で、今真ん中行ったので、次はポコポコのところっていう風な感じで、もうお向かいですね。こっちはあんまり見てないです。こっちのお向かいじゃない、こっちの一本と、ここは段ごとに編んでいくんですけれども、後ろのところはその向かいの一本、を編んでいこうかなと思うので、あんまりここもきちんとせずに、適宜なところで編んでいこうと思います。次はこの細編みのところ、そうですね、細編みの大きい穴のところ。このところと一緒です。こっちのところと。ポコポコのところ、細編み、ポコポコのところ、細編みで編んでったと思うので、こっちも同じような感じで端の方まで編んでいこうと思います。で、この合わさるところまでやってきました。ここを合わさるところで、ここがポコポコしたところです。で、その隣が細編みを編んだところ。で、ポコポコしたところ。で、細編みを編んだところで終わってるんですけれども、このポコポコしたところのその細編みとこのポコポコしたところ。すいません。何回もポコポコ言ってるんですけど、言いにくくって。それを細編みで合わせようと思います。なので、この、どちらかですね。ここのところの、これは上半面、私は入れようと思います。それと、段の境目のところの大きい穴。さっき、細編みを編んだって言ったとこ。それと、もう一つ、ここ。お向かいのところらへん。これ3本を一気に引き抜いて、
もう細編みを編みます。でここだけはちょっとキュッと締めておきます。で段のところでもう一個ポコポコしたところとお迎え、これで細編みで、次ポコポコしたところと本当の端っこのところとお迎え、これで3回やりました。ここのところは3回やりました。でちょっとここ間空いてるかなと思うんですけど、まああまり気にせず気にせずにちょっといっちゃいます。でこのまま端の方まで編んでいきます。はい、端の方まで細編みを編んできました。そしたら往復編みなので鎖を1つ立ち上げて裏の方を向けます。でまず前段の細編みのところで、まず前段の細編みのところにまたもう一回編み入れて、往復編みなのでまた端の方まで編んでいきます。はい、3段目編んできて、4段目をちょっと編み始めたんですけど、なんか高さが私にはあるような気がしたので、ここでやめたいと思うんですけれども、そうするとここにで終わって引き抜き編みで終われないんですね。だから3段目をどうしようかなと思って、4段編みたい方はもうちょっと高さを出して、ここからまた引き抜き編みをしてできるかなと思うんですけど、ちょっとこれできないのでバック細編みをしようかなと思います。まあそういうやり方もいろいろありますよね。だから鎖を1つ立ち上げてバック細編みなので、隣の1個も戻った前のところのとこに入れて、表からで細編みで、次隣細編み隣っていう感じで、もうバック細編みで戻っちゃいます。仕方ないですよね。これはもう一回ここに付け直してするのもちょっと大変、まあできることはできるんですけど、もうしゃあないので、逆戻りでバック細編みでしても可愛いかなと思うので、これで仕上げちゃいます。で最後の1目細編みの頭に入れて、これで終了です。バック細編みでも可愛いですよね、くるくるなって。で糸処理できるぐらいに切ってスルスルと抜いて、ここも糸処理をするだけなので、普通にで、これは中の方に入れようかな、表に響くので。どうしよう、まあ、ここに渡らしちゃいます。バック細編みのこの輪の中、そうすると糸処理もあんま目立たないと思うので、結構何目か行きました。で際の方でカットして、これで糸処理端の方もできました。で、これで全部できたので、一応入るかどうかを確認しないと。入れてみると、こんな感じですね。ここが縫い止まりで止まっているので、ここにボタンをつけてできました。で、ここのところがビラ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 なるので、ここをどれぐらいだろう、ちょっと中途半端にかかったのがあるので、そっちの方でしょうか。こんな感じでティッシュって出るじゃないですか。で、ここはボタンをループで留めるとして、このところが結構開いちゃってるので、こうかぶせて、ここを糸でかがろうかなと思います。こっからしてもいいし、これここまでなので、私はこことここだけをちょっと間を空けて、糸も残ってるし、白の糸とかでもいいと思います。ステッチになるので、何でもいいと思うので、ここのところを留めようかなと思います。で、こっちの方はもうしちゃったんですけれども、やっぱこうかがった方がいいかなと思ったので、かがってきました。
このところ全然目立たないですよね。ここかがったとこ、ちょっとこれはなんか出てるんですけど、こうかがって糸処理をして、こっちももう糸処理もしてあります。そうするとやっぱここで止まるので、そっちの方がいいかなと思ってしちゃいました。まずはちょっと本番、ぶつけ本番ではちょっと怖いので、ちょっと練習をしてきました。で次こっちの方も同じような感じでここまでやりたいと思います。まあ自分の適当な場所で、でこれも3目分ここ入れて、細編みポコポコ、細編み、ここの細編みのところでこう合わせるようにしたいので、このポコポコとこっちのポコポコと合わせるような感じで、この上のループとでこっちの半目の下のループになります、こっちはを合わせていく方法でやります。でこの端っこの上ループと、ここも端っこの上じゃない下のループ、これはここら辺にまずは一つ入れて、で糸端はちょっと長めに出しておきます。結構長めにこれ切ってあるので、で端の方だけは2回ぐらいは通しちゃいます。これ1回目今して、あともう1回ぐらい、2、3回やった方がいいかなと思うんです。ここをギュッと、まあここはあんまり力がかからないとこなのでそんな大丈夫なんですけど、ここのとことか出し入れとかするので結構何回もした方がいいかもしれません。で次はもうどこでもいいんですけど、この上のループとこっちの下のこポコッとしたとこですね、こういうとこを、下は縫わないでくださいね、この中のところは、上のここだけちょっと間違ってズボッと入れちゃうとなっちゃうので、これをちょっと引いて、で次もうこことここっていう感じな感じでちょっと合わせていきます。でここが最後になります。ここのとこだけはやっぱ力が一番こう出し入れでかかると思うので、この2つの穴、ポコポコした2つあるじゃないですか、こことここ、これをちょっと何回もしようかなと思います。1回2回3回ぐらい、ここでちゃんと止まるような感じで3回もしとくと絶対に大丈夫だと思うので、これでできたらこの中の方に通しちゃいます。1回ここをくぐらせて止めるような感じにまずはします。キュッとここに止まると思うので、あとはもう中の方ですね、合わせたところあると思うので、この中の方にちょっとシュッと何目か行って、で最後に目を割って出します。目割るって1本の糸をこんな感じで割って出すと、そこでもちょっと止まってくれるんですよ。ちょっとなじませてなじませてからキワでカットします。もうここで多分ストップしてるのでそんないかないと思うんですけど、あと反対のこっちの方、こっちももう適当なところに入れちゃいます。これはどうしよっかな。これは一回裏の方に出そっかな。出そっかなって。出してから、で、こういう細編みのとことか入れたとこがあるので、後ろの方にチュチュチュっと何目か通して、で、もう処理しちゃいます。これも、これぐらいでいいと思うので、これで糸処理もできて本体も完成して、あとはボタンをつけるだけと、持ち手のとこですね、持ち手のとこをつけて終わりになります。ちょっと一回入れてみよう。こんな感じです。でここからティッシュがを出る感じなので、これでできた感じですね。あ、ぴったり、ここにボタンつけてぴったりです。あ、よかったぴったりになるので、まず持ち手のところを、持ち手なしでも大丈夫です。車とかで使われる方は持ち手あった方がいいかなと思うので、私これ車で使おうと思ってるんですよ。車の中でちょっと必要なので、ここに D 缶ついてるし、
このまま横のとこにこうつけてつけちゃおうかなと思います。でちょっとできてこうですね、こんな感じにしようと思います。うん、でここですね、ここだからこのあたり、ちょっと上のこのあたりですかね、このあたりにとじ針に糸を通したので、もうこれもザクザクと塗っていきます。このあたり、はい、こんな感じで仕上げてきました。で残った糸がこんだけになりました。4玉目入って、まあほとんど使い切りっていう感じですね。4玉でできるので、これが31メートルなのでちょっと仕方がないかなっていう感じで4玉いきました。で下のところもボタンをつけて、で開閉できる、でここから、まあ、ピュッと入れれるような感じにしました。ボタンも楽ですよね。うん、かわいいし。で上のところはこんな感じで D カンの方もつけてきました。はい、こういう感じで後ろもこのポコポコの模様がすごくかわいいので、ぴったりなサイズで出来上がりました。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。今回はぶつけ本番みたいな感じで作っていったので、おしゃべりも交えながらですね、いつもと違う感じでちょっとしてみました。でこの動画が良ければ高評価、それからチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。